おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。マニラの食品医薬品局は、風邪の市販薬の偽物に対して一般の方々に使用および購入を控えるよう警告しています。最近発表された勧告によれば、食品医薬品局は偽薬の摂取が健康リスクを引き起こす可能性があると指摘しています。これらの偽薬が市場に出回っており、これらの偽薬製品が消費者に潜在的な危険または害をもたらす可能性があるため、全ての医療関係者および一般の方々に警告いたしますと食品医薬品局は述べています。食品医薬品局は、フェニルフリン塩酸塩、クロルフェニラミンオトコ酸塩、アセトアミノフェン、ネオゼップフォルテ 10mg、2mg、500mg の錠剤の偽物に言及しています。食品医薬品局は店舗や薬局に対して偽物の製品を販売しないように指示しています。食品医薬品局は、このような製品の輸入、販売、または販売の提供は、2009年の食品医薬品管理法及び偽造薬に関する特別法に違反すると述べています。偽薬を販売しているものは罰せられます。食品医薬品局はまた、地方自治体及び法執行機関に対して偽薬が彼らの管轄区域で販売されないようにするよう促しています。消費者は食品医薬品局が認可した施設からのみ医薬品を購入するようにアドバイスされています。以上です。続いてのニュースです。ケソン市のミサヤアベニューにあるガソリンスタンドは、昨日ガス漏れがあったとの報告を受けて閉鎖されました。ガスの匂いがバランガイバスラの役人によって午前8時30分頃に報告され、これに応じて消防局の職員がエリアを封鎖しました。放火の捜査官はガス漏れの原因をまだ特定できていないと述べています。市政府、消防局、環境及び自然資源省の代表者が現場を調査しました。消防局によると、地下の燃料タンクのガスためはガス漏れのテストを行う前に汲み取られる必要があります。バランガイバスラの評議員アマンド・マガヤネス氏は、住民がガソリンスタンドから発する悪臭を訴えていたと述べました。通行人もそのエリアでディーゼルと石油臭い匂いを訴えていましたと、マガヤネス氏はフィリピン語で述べました。彼は爆発が起こった場合の交通渋滞を防ぐためにランド通りをモータリストに封鎖したと付け加えました。ラグナレイク開発庁は、ステーションの下のバルブから出るガソリンの安全性を確認するために試験サンプルを実施しました。以上です。続いてのニュースです。マカティ市政府は、今年最も優れたバランガイ反薬物乱用委員会を有するとして、バランガイポブラシオンに50万ペソの現金報奨金を授与しました。この賞を授与する際、地方政府はバランガイポブラシオンの薬物イニシアチブへの献身を強調しました。これらのプログラムは薬物乱用との戦いでのベストプラクティスの促進に寄与しましたと視聴者は述べています。サンイシドロとウルダネタのバランガイはそれぞれ2位と3位に入賞し、30万ペソと20万ペソを受賞しました。副市長モニーク・ラグダメオがバランガイの役人に賞と現金を手渡しました。彼女は市の反薬物乱用委員会の役人と共に同行しました。ニュースは以上となります。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ、大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。